ペーパードリップで入れたコーヒーにいろんな油を混ぜるとどんな味になるのか、これ検証していきたいと思います。ごく一般的なサラダ油ですね。なるほど。何も変わらないです。ちょっと量増やしましょう。変わらないです。こちら、はい、ごま油。ごま油の味はしっかり出てますね。ごま好きにはたまんないですね。ごまといえばセサミン。セサミン。エキストラバージンオリーブオイルですね。あ、臭い。あ、すごいオリーブ。ちょっと苦い。好きじゃないわ。ダメだ。もう単純に臭い。こちらのビタミン E などは非常に豊富に含んでますので、美容にもいい。ココナッツオイルで入れてみようかなと。すごくココナッツの味が効いてますね。ああ、美味しい。キャラメルラテとか。あ、フレーバーティーに近いですね。まさかの牛の油。牛脂を使ってます。あ、違う、ダメ、違う、ダメ、違う、ダメだ、間違った。バターです。これ想像以上に美味しい。すごいミルキー。あ、すごいミルティー。あ、これはなんか新感覚ですね。バターコーヒー。もうこれ言うことなすですね。カロリーがちょっと高いな。